はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、タミヤの12分の1ケータハムスーパーセブンの制作の続きやっていこうと思います。で、今回やっていくのは、前回フレームを組み立てましたんで、そのフレームにフロントのサスペンションを組み付けていこうと思います。はい、このキットも、まあ、いつものタミヤの12分の1のキットになら12分の1のキットと一緒で、サスペンションフル稼働しますんで、その辺こう一個一個組んでいきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたら、今回はね、フロントサスペンションを組んでいくので、一応塗装全部終わらせました。塗装全部してきたので、ここから組み立てをやっていこうと思います。で、まずちょっとこのサスペンション関係はちょっと一旦避けといて、フロントのステアリング周りですねから組んでいきます。順番にね、やっていきましょう。はい、で、これはスタイリングのギアボックスを載せるラックですね。ラックのパーツの上に、ステアリングラックの下半分を乗っけて、で、そこに、このギアですね、このギアをセットして、あ、その前に、そうだ、間違えた、このステアリングシャフトにタイロッドを取り付けてあげないとダメなので、 1.2の 2.5 は2本、よいしょ。これね、前回ネジを全部仕分けしたから作業がしやすくなります。袋に入ったままだとその都度どれやどれやって探さなきゃいけなくなるんで、結構だるいんですよね。で、まあ、ガタがあると良くないんだけど、あんまり締めすぎると動きが悪くなるので、ちょうどいい塩梅になるようにここにタイロッドを取り付けると。タイロッドっていうのは、要はステアリングを、タイヤ、フロントタイヤをね、左右に動かすためのアームですね。ハンドルからつながってるアームのことをタイロッドって言います。なんでタイロッドっていうかは知りません。よいしょ。ガタがないけどちゃんと動く程度の硬さに締めてあげたら、これをこのギアの上に乗っけてあげると。乗っけてあげて、で、その上からこのステアリングラックの上半分を乗せてあげると。で、これスタイリングラック、説明書だと、半光沢の黒 X18 で塗装の指示になってるんですけど、ちょっと見た目的に寂しかったんで、勝手にシルバーにしました。多分素材的にはアルミの鋳物だと思うんで、まあ、こういう表現でもありかなと思います。多分この辺もね、実際のスーパーセブンも、もう仕様がありとあらゆる仕様があるはずなんで、もう一概にこれっていうの決まってないと思うので、あれ、ちょっと待って、位置が合わないぞ、なんでや、向き間違えたの、待ってよ、もう下の向きを間違えた、下の向きを間違えてるか、お、あ、下のピンが、1ギメのピンがちゃんとはまってなかったですね、ごめんなさい。よいしょ。これ上からこうやってネジでね、固定するんで、特に接着する必要はないですね。このステアリングラックの外側が上下に分割になってて、で、中に金属のシャフトしか入ってないんだったら、接着しちゃってもくっつかないんでいいんですけど、中を通ってるステアリングシャフトもプラなんですよね。タイロットは金属ですけど、ここもプラだから、下手に接着して、そのステアリングシャフトまでくっついちゃったら嫌なんで、もうここはもう接着せずにいきます。よいしょ。こういう感じ？で、こうね、ちゃんと左右に動くのを確認しておいて、OK だったら、この横に、このステアリングブーツ、ラックブーツですね。これをかぶせてあげる。これ軟質パーツなんでね、ゴム系のパーツ。ゴムなのかな、 TPE なのかな、軟質パーツなので、ここにね、通してあげる。これは塗装できない素材なので、もう素材そのまんまを使ってます。よいしょ。こういう感じ。ちょっとね、このゴムブーツ
がつくと抵抗で硬くなるんですけどね。まあまあ許しとしましょう。はい、こんな感じでセットしたら、これを前回組んだこのフレームに取り付けていきます。でこの時にこのサイドパネル、これ前回の動画の時つけてなかったんですよね。つけてなかったんですけど、やっぱつけたくなってつけたんですけど、両方つけちゃうとこれが入らないんですよ。なんで片方だけの状態でこう通して、ここに位置を合わせると、位置を合わせてあげたら、下から 1.43 のビスを使って下から固定と。こうね、こうやって組んでいく。あっ邪魔、ネジ穴が隠れてる。そうだよ、これつけちゃダメじゃん。あ、これネジ2本で止まってるだけなんでね、邪魔なら外せばしまいなの。よいしょ、これで浮くかね、ちょっと浮かしてあげて、でネジで固定と。んネジ噛んでない。固定したらもう一回パネルをはめると、はい、そしたら、もうこれ反対つけて大丈夫かな。反対つけて大丈夫っていうか、もうつけないとダメなのか。うん、そしたらここにこのパネルをセットすると。セットしてキュッとはめ込んであげて、で1.4 の3のビス2本で左右から固定。2本だとね、道路交通法の関係とか、車検制度があるっていうのもあって、こういうキットカーって、基本的には不可能なんですよね。要はちゃんと認証を取ってる工場で組んで、ちゃんと型式認証を受けないと、ナンバーが発行されないので、こういうキットカーっていうのは結構日本だと難しい。普通の乗用車サイズのやつはね、ミニカーとかはいけるんですけど、なんで日本ではちょっとこういうのはあまりね、こう馴染みがない文化ですよね。はい、そしたらこんな感じで、ステアリング取り付けていきました。こういう形ね。はい、そしたら次サスペンションをやっていくので、次の作業いきましょう。次はサスペンションなんですけど、これもちょっと勝手にアレンジをしたんだけど、あれどこ行った、あれちょっと待って、スプリングが転がっていっちゃった。はい、でお次は、サスペンション組んでいくんですけど、サスペンションはね、このショックの上と下と、あとスプリングを合体させて、ここをピンで止めるんですけど、このピンね、ちょっと左側やった時にね、かなり苦戦したんですけど、簡単なやり方があって、先にピン入れちゃいます。先にここにピン入れちゃって、でピンを接着しちゃう。先にねピンつけても入れれるんですよ。なんでこれ先つけちゃった方がいいです。こうつけた状態でピン入れようと思ったら、スプリングをね思いっきり縮めないと入れれないんで、めっちゃ入れにくいんですよ。なんで先にここに接着しちゃう。でちょっとこれが固まるのを待ってる間に、こっちのハブの方も組んでいきます。はい、で、ハブと、ディスクブレーキがあるんで、まずこのハブにハブボルトをね1本ずつ入れていく。これちゃんと実車みたいにボルトをね1本1本入れる形になってるので、これを入れてあげる。でこんな感じで入れてあげたら、ここをブレーキと接着するんで、接着剤つけて、よで接着、はい、ちょっと頼りないな。よいしょ、はい、こんな感じでディスクとブレーキディスクとハブをくっつけてあげたら、ここに、このカラーのパーツで、このカラーのパーツも、説明書だと光沢の黒で塗れって書いてあるんですけど、ここはねちょっと動きが悪くなっちゃうと思うんで、塗ってません。はい、でどっちにしろ後でね、このネジ
の頭も色塗ろうかなと思ってたんで、もうそのままでいきます。でこの真ん中を 1.6 の 10mm のネジで締めていくと。で締めてあげたらこうやって回るんですけど、これ多分塗装してたらスルスル回ってくれないと思うんですよ。なんでこんな感じでいいと思います。なんかあれハウボルトがガタガタやな。大丈夫か。まあいいか。はい、こんな感じ。そしたらあとここにキャリパーをつけるんで、あとここに先にネジを入れといた方が多分つけやすいような気がする。ここはこのキャリパーサポートのとこにネジを入れてあげて、でここにキャリパーをセットと。よいしょ、こういう感じ。こういう感じでこれでハブの完成ですね。こんな感じ。はい、であとね、ディスクだけが単体で回るようになります。こんな感じで、そうこう言ってるのにこれが固まったと思うので、これをね取り付けるんですけど、どうやって付けるかっていうと、これね形がこうなってて、ここの返しに引っかかるようになるんですよね。ここの返しに引っかかるようになって、で上下、動かなくなるんで、ねじる方向には動かなくなるんで、この位置にね引っかかるようにピンが入ったら OK なんで、こっちがねちょっと切りかかれてるんですよ。こっち側からこっちの切りかかれてる方からスッと入れて90度回すってしてあげると入ります。これ説明書に書いててくれたらいいのにね。説明書にこう入れてねじれって書いてくれたらいいんですけど、書いてないんですよね。なんですけど、こうやってやってあげたらスッと入ります。はい、そしたら、次に、これを出してアッパーアームですね。アッパーアームを出してきて、アッパーアームにブラケットを取り付けていきます。 1.2-8 よいしょ、置いて、ここにこっちか、こっちにブラケットを入れて、でこっちからネジを入れると。噛んでないよいしょ。ブラケットのね上下の向きを間違えないように気をつけないといけないのに間違えた。で合ってるか、合ってる合ってる。これね大きい方の穴、ここにね大きい方の穴と大きい方の穴とネジが切ってある穴があるんで、大きい方の穴が下に来るように、下に来るような向きで取り付ける。作業がしにくい。あ、そうか、これはで、ね、ここに通さないとダメなんで、もうちょっと通そうか。だよ、向きが分からなくなる。 OK だ。なんで通らないの。あー、取れた。あー、そう、なんでここ貫通しないんや。ここ貫通してくれないと分からないかな。入った入った。あー、しまった。あー、しまった。向き間違えた。あー、向き間違えた。ね、向きを間違えないようにね気をつけてやりましょう。ね、なんで入らへん。なんや。向きをねちゃんと確認確認、向きを間違えてたから入らなかった。失礼しました。はい、こんな感じでつけたら、ちょっと外れちゃったからこれ元に戻す。あ、そう、ちなみにスプリングね、塗装の指示ないんですよ、キットには。キットでは塗装の指示ないんですけど、ちょっと寂しいのでオレンジに塗りました。オレンジに塗りました。はい、そしたら次に、ボディ側の方にこのブラケットをまたつけてあげるんで、これを出してで 1.2-4 これブラケットをねここにつけるんだけど、どっからこう入れようか。ちなみに左はねもう組んであるんですよ、練習でね、練習で左を組んだんですけど、眩しい、照明が眩しい、アルミに反射するから。そうそう、これどっから工具入れたらいいんだろう。ああ、ちょっと待って。ああ、ここからいけた。よし、ここの隙間からネジ入った。よし、 OK。 はい、ここにねこうやってブラケットをつけてあげます。ブラケットをつけてあげたら、お次に、今このサスペンションを組み付けたこのアッパーアーム、アッパーアームも組み付けるんだけど、ちょっとネジがきついな。
ここもねあんまりきつく締めてると動き悪くなっちゃうんで気をつけましょう。でこれをここにセットするんだけど、こう前側をセットしつつ、このブラケットをここの隙間から潜り込ませつつで入れてあげたら、説明書はねさっきこっちのブラケットを内側から止めるって書いてあるんですけど、多分こっちから止める方が止めやすいんで、やりやすい方でやっていきますね。よいしょ、前側のアッパーアーム入れてあげたら、このまあね、自分で勝手にハードモードのやり方しといてね、難しいっていうのもなんですけど、結構ねここの開口がギリギリなんで引っかかってなかなか入りにくかったりするんで気をつけて入れましょう。はい、こんな感じ。こんな感じで入れてあげて、なんかネジの入りがここで締めすぎやな。あーちょっと締め込みすぎたな、こっち。よくないぞ、これは。締めすぎてね、プラにネジの頭がねじ込んじゃった。うん。はい、こうね、締め込みすぎないように気をつけましょう。ここのね、ネジね。はい、こんな感じで入れてあげたら、次に、ロアームを取り付けるんですが、ロアームはここの穴から中に入るのと、あとマイカーのここになるんで、さっきここにつけちゃおう。このフレームの下のところにね、ネジの受けをセットする。ここね、ここにネジの受けをセットしてあげて、でこういう形で入れたら、これもねフロント側を先止めた方が作業しやすいんで、1.2の8mm のビスを使ってこのマイカーをとりあえず止めてあげると。で次に裏側から 1.2の8mm を使ってこう固定するんだけど、工具が入りにくいので先にネジを入れてあげて、ね、ネジが入っていかん。上外せやって話なんですけどね、上とこれ外したらだいぶやりやすくなるんですけどね。あれ、てかネジが入ってかんな、位置がずれてんのか、痛い。ね、皆さんはね、僕の真似をせずにやりやすいやり方でやった方がいいと思います。はい、これでロアームがこんな感じでね動くようになったんで、とこのサスペンションの下側の C ジョイントをパチコンとはめてあげると、はい、これでロアームとショックダンパーがね連動して動くようになったんで、ここにこのさっき作ったねナックルを取り付けていきます。よいしょ。やばいぞ、カメラの容量が。でまずナックルの下側を固定。で次に上側を固定と。でここのね上下のネジは締めすぎるとね、サスペンションがほとんどストロークしなくなってしまうんで、ここのネジの遊びでここのストローク分の逃がしを作ってあげるっていう感じになるんで、締めすぎないようにね気をつけましょう。実写だとねここボールジョイントが入ってるんですけど、キットの場合はこれ入ってないんで、そんな感じで逃がしてあげると、可動をね。であとタイロッドを
とタイロッドのネジの位置を合わせて、穴の位置を合わせて止められると。はい、こういう形。こういう形で、左右のサスペンション、ロアームとアッパーアームでタイロッドが取り付いたんで、これでね、サスペンションが上下ストロークするのと、と、ちょっと硬いんですけどね、硬いんだけど、左右にね、こういう形でステアリングが切れるっていう形になります。はい。で、ちょっとね、あとスタビライザーつける作業があるんですけど、ちょっとね、カメラの容量があれなんで、一回ちょっとデータを吸い出します。はい。そしたらね、最後の工程になるんですけど、あとこのスタビライザーですね。スタビライザーを取り付けたら終了になるんで、まずはこのゴムチューブ。このゴムチューブを、2ミリの厚さにカットって書いてあるんですよね。なんで、これで、どうやったらいいかな。2ミリ。なんかあんま綺麗に切れないな。ちょっとね、この硬いカッターマットだと、ゴムチューブ切りにくいな。2ミリ。よいしょ。はい、2ミリにカットしたので、これをね、通してあげるんですけど、向きがね、決まってるんで、この間に、このサスタビライザーのブラケットのここに、今切ったゴムチューブを入れてあげて、まあ、ゴムブッシュの再現ですよね、これがね。でこうすると、こういう形で、こっち側も一緒、ここに入れて通すと。で、このスタビのブラケットがね、こう切り欠きが片方入ってるんですけど、これが両方とも車体の右を向くようにセットしてあげたら、アッパーアームのこことここにこのスタビライザーを通してあげる。あれ入らない。ちょっとね、しならせてグッと入れてあげて、でこのブラケットの位置を調整してあげる。このちょうどいい位置に来るようにブラケットの位置を調整してあげたら、裏側からネジで固定します。 1.2 の 2.5。 でこれは若干下向きの斜めについてるから力入るかな。痛い。ドライバーが滑った。これならないように皆さん気をつけてくださいね。何の音今カラカラカラって言ったの。あー、ネジが取れた。ネジどこ行った。ネジが噛んでなかったか。ネジこれ何本ぐらい余裕あるんだろうな。ネジどっか落ちちゃったな。入れにくいな。まあここに関しては、まあ、僕の作業がうんぬんっていうよりは、もう単純に設計上入れにくい。まあ実車もね、実車もそういう整備性とかそういうの考えて作られてるような車じゃないんでね、多分実車もこんなんなんでしょうね。工具が入らない。噛んだかな。OK。よし。OK。はい。こんな感じ。こんな感じでフロントのスタビライザーも取り付けできました。はい、こういう形で、取り付けたら左右ね、ちゃんとサスペンションがストロークして、いう形になります。はい、こんな感じ。そしたらこれで、フロントのサスペンションの組み立ては一旦終了になります。こんな感じ。はい、なので、今回の動画は、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、グダグダやってる間に長くなっちゃいましたけども、今回の動画は一旦ここで終了で、次の動画では、リアサスペンション周りの組み立てやっていこうと思いますので、まだ続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。